チキラッ、どうもユータ14です。今回はこちら、ダーケストカップの方からやっていきたいと思います。この14対13のダーケスト無惨との試合が準決勝で、決勝戦が先ほど終わりまして、ダンスというクランに高校2つ取られました。まあ、ダンスはクランリーグの世界1位のクランですね。ここがね、本当に強くて、まあ今月の ESL、今月末の ESL にも2クラン出してくるようなクランなんですけど、まあこれがね、めちゃめちゃ、まあ大本命と言われている中国のね、まあビッグ最強クランですよ。まあでもここで一戦交えれてどんな相手なのかっていうのをしっかり明確にね、まあ何度か対戦してたことがあるんですけど、まあ改めてどういうクランなのかっていうのが再認識できたのは良かったかなと思ってます。まあ配置も他のクランと違って、まあ面白い特徴とかもあったりしたしね、配置もすごい硬いことで有名ですね、やっぱ中華の配置は。で、今回はこのダーケスト無惨との対戦、準決勝の試合と、まあ、さすがに一気にやるのは長いんで、準決勝と決勝編で2回に分けてやっていこうかなと思ってます。まずは準決勝のダーケスト無惨戦、ダーケスト無惨編からやっていきましょう。それではやっていきます。はい、というわけで早速やっていきましょう。こちらはパーセントでは負けてたんですよ。これ14対13。14取ってるのにパーセントで負けてるってぐらいで、かなりもう僅差での96と9、あ、82か、まあまあ高いな。って感じで、まあ、こっちはね、4本取ってるんだけどって感じだったんですね。まあ、順番通りに見ていきましょう。まあ、アキラからですね。まあ、ダーケスト無惨もやっぱり配置が硬いことで有名で、ダーケスト無惨の配置も今すごいいろんなところで見ますね。一個めちゃめちゃ有名な配置がありましたね。まあ、一回戦から決勝戦までずーっと配置を変えずにずーっと同じ配置を出し続けたけど、一度も全開をされなかったっていう配置になって、それは今いろんなクランで使ってる人がいますね。今回もディガホグで、本当はちょっともうちょい綺麗にここの角を開けていきたかったんですが、思った以上に進軍したので、変な端っこが開いております。援軍に関してはここで直でグインで釣れるような立ち位置で援軍の当たり方もすごくいいですね。で、ここテスラによって、これ、グインをね、外周部反らす。この2つのテスラによって外周部流れてしまうというような仕組みを作られているんですが、どう対応していくか。まあ、攻めてるときはちょっとこれだるいなーって言いながら攻めてました。なので、まあ、キング使うしかないかなということで、キングを使ってサイドカットですね。もうトルネードトラップがここにあったので、まあ、少し時間を作ってくれて、キングの猶予が取れましたね。まあ、ただこの分、ヒーラーは角度入ってしまいますと。まあ、本来はキングはサイドカットを、ディガホグの方のサイドカットに使いたかった流れでございます。はい。部品のサイドカットには使わない予定だった。まあ、しょうがないので、東海兵舎でサイドカットしつつ、ディガをこちら側から展開していきます。個人的にはこっちからやっていくのかなと思ってたんですけど、まあ、やっぱり、イーグルだったりこの辺の区画が重いのと、ヒーロー最後残るのっていうのと、まあ、その辺意識したんですかね。まあ、あとは単純にクイヒーがこのまま生き残るとこの辺通るから、ここ切ってあげれば、こっち通ってクイヒーだけで見れるという判断で、左側から始めたのかもしれないですね、クジ側から。まあ、そうなるとやっぱり、HP ギリギリだったけど、オートクロック発動と。まあ、そうなるとなんかキングがサイドカットしてくれたっていうの、意外と全然ありだった気がしますね、これは。むしろ良かったまであるんじゃないか。これ外周部、ああ、直で、投石飛んでった。まあ、かなり、形的にはすごい綺麗になりましたね。まあ、誤算があるかとすると、本当にキングのサイドカットを使ってしまったことぐらいだったので、結果的に。うん。フリーズ1枚残って、結局、余裕の全開になってますね。まあ、言ってはね、ダーケストムさんはちょっと前にもやったんだけど、その時もなんかすごい殴り合いだったんだよ。13対13だってパーセント勝ちしたんだったかな。まあ、お互いに13点はやっぱ、取るよねってぐらいなクランで、ほんと怖いっすね。これも中華式と言われるような格好。まあ、ダーケスト無惨は、この前 BO、2000やったのか ?2000 やったな。まあ、その時も2勝してるんですけど、まあ、これで3勝目ですね。直近だと3連勝か。ダーケスト無惨相手は。多分もっと前にももうちょいやった気がするんで、ちょっと前の方、やった記憶はあるけど、覚えてないや、内容は。でもね、強いんですよね。し、もうそろそろ、この大会ほとんど配信されてたんで、僕らの手の内っていうのはもう完全にバレてきてるんで、できればダーケスト無惨とは、ESL とかではやりたくない相手ですね。なので、今月末で決めれればいいんですけど、ダンス相手だったり、まあ、多分、今の環境、多分、クイーンウォーカーズと、
トライブかな。が、多分今、世界で一番手の内明かしてるくらいなんじゃねえかなと思ってる。僕も、ガクもね、レジェンドのアタック、全アタックぐらい放出してるし、まあ、クラウスのアタックも、まあ、僕のチャンネルって基本的に5人戦のこと、アタックばっかなんで、結構、手の内バレちゃってるんですよね。まあ、そもそも、まあ、その辺は別にいいんですけど、まあ、手の内明かして負けるんだったら、ウェルプレードリーグとか勝ててねえよっていう話なんですけどね。ウェルプレードリーグだったら、まあ、日本国内には間違いなくバレてるだろうし、まあ、世界でも、まあ、去年も同じような環境下でやって、結果的には、まあ、ドイツまで行けてるからっていうのはあるけど、まあ、他のクラウンと比べちゃうと、やっぱり手の内明かしてる度で言ったらちょっと高いから、まあ、その辺はちょっと、相手にも対策されてるぞっていうのを意識した上で対戦できるといいかなっていうところですね。で、今回ちょっと厳しそうには見えたんだけど、しっかりフリーズと、まあ、ヒーラーがね、全然オーデンからスイッチしなくて苦しい展開になったんだけど、ここでようやくスイッチして、ここでレイジも乗って、クイヒーがなんとか帰ってきて、シングライティガもないので止まらないと。で、ロイちゃんのためにフリーズ一発もあるので、このままぐるっと回っての全開になってます。どう思われてんだろうな、国の数って。まあ、多分、ガクがディガホグで、クラウスがラバルっていうイメージがあると思うから、そんなに陸にも空にも寄せれないと思うんだよな。多分俺もね、日本ではそんなに、なんか食い火のイメージとかの方が強いかもしれないけど、海外だと僕ラバルの人だと思われてて結構。一時期ね、ラバルばっかやってた時期があって、天才が流行る前にずーっとスーラバやってて、まあ EW とか、まあ、影響度が高い大会でずーっとラバルがやってたから、まあなんかラバルの人みたいな感じで紹介されたりもするんだけど、もう個人的にはそんなことはないと思ってるから、逆に、まあまあまあ、天才が出ちゃったから、まあさすがにラバルはまあ、やりやすい環境にはなったから全然いいけど、普通のスーラバはまあ、ちょっと難しいですよね、今の環境。やろうと思えば全然できるけど。どうなんだろうな、まあ難しいな。まあでも、大体まあ、対策するって言っても大体シングルインフェにはしっかり、リクスケルトンあるし、なかったら弱くなっちゃうからね、逆に。まあだから思いっきりしようと思ってもなかなか難しいクランではあるのかな。ちょっと難しいけどね。そういう意味だと、まあ、こんだけずーっと配信し続けて、まあ、そんなずーっと負け続けるみたいなことも特にないし、目立った負け方もしてないから、まあ、このままね、自分たちを信じて戦うしかないかなと思います。はい。で、ガクも久しぶりにイエティバットですね。ちょっと前の5人戦でもイエティバットのガクを紹介したような気がするけど、この前回、まあ、その時も一旦、ちょっとギリギリの展開になっちゃったけど、今回はね、結構ギリギリな展開になります。紙一重。これ、パーセント負けてたから、これが前回じゃなかったら負けてたんですよね、普通に。ギリギリだった。まあ、クイーンウォーカーズからすると、3連続の前回。これがね、3本目のアタックだったんですけど、これで3連続で前回ってなったので、まあ、相手には結構大きいプレッシャーになったかなと思います。相手も多分2連で取ってきて、2個目でこけたんだったかな。2個目か3個目どっちかでこけたんで。そうなんです。ここなんですよね。テスラムリが一気にバッて端っこに出たんで、アイゴレが届かなくて、ウィズトーンのとこまで。フリーズ1個分計算がずれたんですよね。でもこの段階でウィズトーン2個あるんだけども、フリーズが1枚しかないっていう現象が起きちゃうと。まあだからしょうがないからここに打つけど、ラストのウィズトーンまでは伸びきらないというところで、まあ、本当は1本目のウィズトンに関してはアイゴレだけで乗り切っていきたかったところなんだけど、一区画分残ってしまうと。で、クイーンがすごく頭の悪い位置を殴り出したので、僕らは、お前やめろクイーンバカ野郎とみんなで叫んでました。あとね、もうちょい早くイエティが割ってくれればね、もう少しスムーズに展開にはなったんですけど、ここで、まあ、ただ、ここでようやく頭のいい殴り方をしてくれて、ぐるっと回って、で時間もかなりギリギリだったので、これ間に合うかどうかっていうのと、キングの祭壇との、ね、キングとの当たり方次第っていうのを両方考えてましたね。いや、どうだこれ、みたいな。結果的には5秒ぐらいだったかな。5秒ぐらいの余裕を持っての全開でした。まあ、ただ、イエティバットでコウモリもイエティも残ってない、ロイちゃんもいないってなると、まあまあ、ちょっと怖い展開ではありましたが、まあ、素早い展開、おでひしたにもかかわらず、こういう展開で時間が間に合ってるのは、まあ、素早い展開があったからこその展開ですよね。結果的には、キングがね、外周部行っちゃって間に合うかなっていうところだったんだけど、しっかり HP が少し、ロイちゃんで削れてた分間に合っていきました。
これで、こっちが3連で取って、どういう状況だったんだっけ。あ、2本目、あ、2-3でこけてるんだ、相手。2-3でこけて4-5で取ってきたんか、相手が。っていうちょっと厄介な展開だったんだ。で、最終的になんか、なぜか、あ、間違えた。取らなきゃ負けっていう状況になっているっていう。13対13、の煮干しだと13対13でパーセント負けっていう現象ですね。はい。で、取らなきゃ負けっていう場面で回ってきての、まあ、取ってったと。ドラグバですね。ドラグバはあんま、まあでもたまにやるんだけど、そんなにはやんないから、ちょっと怖いところであったけど、まあいけるだろうと思ってたんで、まあ、いけてよかったですね。今の場はテスラチェッキですね。1本だけ生えたからちょっと迷ったんだよな。2本以上生えたらアイゴレ使おうと思って、1本だったらアイゴレつけるかどうかちょっと迷いましたね。結果的にはつけた気がする。で、こっちにテスラ生えたから、ワンチャンこっちまで伸びんならアイゴレつけようっていう判断でこうしました。テスラ出ないならもう、アイゴレとかつける意味ないから、うん。もうこんな感じで、ちょっとね、このバルが伸びすぎちゃったから、ストライカーを釣ったので、この辺までは伸びず、まあ、クイーンはクイーン処理して、余力でクロークでこのまま水通れないかなと思ってたんですけど、援軍に引っ張られちゃったので、まあ、こういう形ですね。まあ、クイーンでクイーン処理は見せたけど、まあ、そんなに、まあ、ドラグバだから問題なかったという結果ですね。はい。まあ、外周部こういう時間にしっかりカットしつつ、いろいろ、この辺は特にないか。で、ドラグバタイム。思った以上にバルーン使っちゃったんでね。ホーミングチェック用のバルーンぐらいにしかできてないです。で、逆サイドキングと、なんだっけこいつ。ストライカーとパリピを走らせて、大砲とキングの処理をこなして、キングでサイドカットしてもらいつつ、角度を変えて出して、突撃感を守るトーム。でも逆に言えばもう援軍処理がね、空に対する援軍処理が終わってるんで、まあこれだけ。突撃艦とドラゴンどっちで援軍当たるかなってちょっと悩んでて、まあ、フリーズを打つかどうかでプランニングの段階で悩んでたんですけど、まあ援軍が先釣れたんで、まあそれはそれで OK でしたね。で、投石機の上から出してあげることで範囲ダメージのものがもうここだけ。まあ本当はクイーンで見てた、まあ折れればいいなとは思ってたんだけど、まあ予備でフリーズを持ってきてたのでフリーズ。後で考えたのが、まあこれフリーズ1枚減らして、コウモリ7枚とかでもよかったのかなと思ってたんだけど、まあ6枚でも十分こうやって仕事を仕切って全開にはなってるんで、うん、フリーズも結局余ったし、まあ、うん、まあ、OK でしたね。余力のあるプランということで OK としましょう。はい。はい、というわけで今回はダーケスト無惨戦を見ていきました。最近の動画からするとちょっと短めの動画になってるかもしれないんだけど、4本って以前だとね、ちょっと、まあまあ普通ぐらいの量だったけど、まあ前回動画4本。まあでも、まあいいか、こういう回があっても。まあ次回はね、決勝戦の BO2 の2戦っていうのを振り返っていきたいと思います。まあこういうね、強い相手にも14点とか取って、すごいいい成績で収めれるが、おのずとね、ESL とかでも勝てるようになってくると思うし、まあ大事なところで勝つっていうのはやっぱ大事なスキルなので、まあ普段どんだけ取っててもね、大事なところで取れなかったら意味なかったりもするし、うん。取りたい時に取れて、まあ大会で、まあ強い相手にっていうのもすごく大事ですよね。まあもちろんいろんな考え方があると思うけど、まあ僕らがやってる対戦っていうのはそういう大会なので、まあ勝てる時に、勝ちたい時に勝たないといけないっていうね、まあそういうところでね、戦うっていうふうに決めてるので、まあ、取り切る力をね、もっと高めていって、まあ、できれば15点、14点っていうのを、デフォにね、できるぐらいの強さをもと、取れれば、まあ、今後もっと強くなっていくのかなと思ってます。というわけで今回はこんな感じで終わると思います。また次回決勝戦2戦振り返っていきたいと思いますので、ぜひお付き合いください。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。